兵庫県加古川総合庁舎東張間県民局は日本の地方自治法155条に基づいて設置されている兵庫県の市長。所在地は加古川市の兵庫県加古川総合庁舎。前身組織として1942年に設置された加古郡と稲見群を管轄する加古川町の下院地方事務所、赤石郡と美濃郡を管轄する赤石市の明美地方事務所が認められる。 1971年に地方自治法第155条第1項の規定に基づき出先機関として東張山県民局が加古川市に設置される。2000年に県民局の数を6局から10局に増設する県民局設置条例の改正が行われ、2001年4月1日に東張山県民局が発足した。この際、かつて 明美地方事務所が管轄していた旧美農群域は分割された北張馬県民局の管轄とされている。東張馬と呼ばれる地域は赤石市を除くし町を指すことが多い。これらの地域は市街局番が079-4である。赤石市及び加古川市、張馬町のそれぞれ一部は神戸市と同じ078である。兵庫県県民局び県民センターの 管轄区域図。点線は、旧、摂津国、丹波国、張馬国、田島国、淡路国、備前国、三正加国の国境。1、神戸県民センター2、阪神南県民センター3、阪神北県民局4、東張馬県民局5、北張馬県民局6、中張馬県民センター7、西張馬県民局8、田島県民局9、丹波県民局10。 淡路県民局健康福祉事務所は他の都道府県における保健所に相当する。2018年3月に東張間県民局が東張間地域の PR 動画を公開したところ、東張間地域に属する明石市から猛抗議を受けて動画配信を停止する事態となった。動画は神戸、姫路、東張間の兵庫県南部3地域を女性アイドルグループに見立てたもので、 神戸や姫路と比べて、東張間地域は知名度が低いことを自虐ネタとした内容。2018年4月20日に、赤石市の泉ふさ市長が自虐表現をめぐり市民から批判が出ていると、東張間県民局の司会達也局長に直接抗議した。これを受け、動画は同日に配信を停止した。なお制作費は約500万円で、 公開から停止までの約1ヶ月間で約7000回の再生数を記録した。県庁スタイル、英語兵語知事選挙に県民局、頼りにされたい。神戸新聞。オリジナルの2012年8月4日、時点におけるアーカイブ。http コロンスラッシュスラッシュアーカイブ .is スラッシュ a v t j ハット、神戸新聞ネクスト、炎上覚悟のアイドル動画あっさり配信停止の。 理由は、神戸新聞、https://www.kob-np.co.jp e スラッシュニューススラッシュ sougou スラッシュ201804スラッシュ 001193864.shtml ありがとうございます。